間違われちゃった男は、2013年4月13日から6月22日まで、フジテレビ系列のドラ枠で放送された、日本のテレビドラマ、全11話。東京セレソンデラックスの舞台、ピエロをベースに、作者である、タクマタカユ自身が再構築して、ドラマ用に新たに脚本を書き下ろし、さらに、チーフディレクターとして、初めて連続ドラマの演出を担当する。 主役の沢木祐二郎を演じる古田新は本作が連続ドラマの初主演作品となる。東京の下町、倉前の寿司屋を舞台にした人情味あふれるコメディで舞台、ピエロでは描かれなかったエピソードを加えつつ、1日分のストーリーを1話として10日余りの物語が展開していく。毎回様々な分野からのゲストが登場し、 スタッフロールの部分は設定のみを与えられたキャストによるエチュードによって演じられる。キャッチコピーはバレちゃいけない嘘がある。知られちゃいけないことがある。フジテレビの YouTube 公式チャンネルである。フジテレビ見とかないとフジ。似てサイドストーリーとなるスピンオフドラマ、かわされちゃった男を無料配信中。主人公のコソドロ、沢木祐二郎は、 射程の安を連れてある万東京の下町、蔵前にある寿司屋、寿司生に忍び込むが、あっさり見つかってボコボコにされる。ところが失神した二人が目覚めると、十年前に、店から失踪した腕利きの板前で、テルに、そっくりな男、沢木のことをテルだと勘違いした、寿司生の面々から思わぬ大歓迎を受ける。なんとか逃げ出そうと格索する者の,の、寿司生の置かれた球場を知り、 さらに沢木が、寿司生の大将の娘、秋子に一目惚れしてしまったことから、逃げ出すことができずますます深みへとハマっていく。2013年6月11日、大友聖子の通夜、2013年6月12日、大友聖子の葬式が終わった23時30分頃、本元宮照夫が、寿司生へ訪ねてくる。2013年6月13日24時頃沢木雄郎と、 河村康氏が寿司生へ忍び込む。スペシャルゲスト説は間違われちゃった男公式 HP トピックスで紹介されている人物を記述。その際、参考にしたトピックスを忘れずに出展として追記する。また、それ以外の単発ゲストは、その他節に記述。全番組の高校入試、カラマーゾフの兄弟に続き、筆頭スポンサー。 日産自動車によるとド,ドラワーク限定のインコマーシャル、日産ドラマインドラマを放送。今回はそのシーズン3として、間違えて、バカリの男を放送している。前々作、前作に引き続き、バカリズムが出演。バカリズムが、間違えて、バカリの男、本作の原作、脚本を担当している、タクマタが、すし宅店主、6日目から、 新しいキャラクターとして登場した知らない女を南条由加が演じている。8日目には冒頭の説明とクイズの出題に本編で大友明子演じる戸田直が出演した。物語は視聴者が今後の展開を特設サイト上から2択で選び投票数の多かったものが次週放送される。かわされちゃった男に関するカテゴリー。ありがとうございます。